共産党 C 和夫、菅首相はルイ14世。本日、共産党の C 和夫さんが日本学術会議の問題に関連して、菅首相はルイ14世だと主張してしまいました。この共産党、以前にも安倍前首相に対し、ルイ14世だと主張しておりましたが、独裁者だと言いたいんでしょうけども、まずですね、菅首相も安倍前首相も独裁者ではございませんし、 それを言い始めてしまったら、共産党で20年以上も独裁者として訓練している C さんはどうなってしまうんでしょうか。C さんにはですね、人様を独裁者どうこうと主張する前に、まずはご自身が独裁者として訓練していることを速やかに認めていただくようにお願いいたします。 以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。